ようございます。副業クワガタビジャのアニアです。今日の動画なんですけど、我が家のねタランドゥース 90.6mm の産卵セット暴いていきたいと思います。実は 90.6mm の産卵セット暴くのは動画撮ったんですけど、 YouTube 始めていい結果ってあんま得られてないですよ。あの虫活ルーティーンとかで幼虫とか撮ってるシーンはあるんですけど、産卵セットの動画単品でいい結果って得られてない気がするんで、まあ、今回はねリベンジ編というんでね、幼虫撮っていこうかな。で今現在タランドゥース幼虫何匹いるかって調べたら60匹いるんですよね、今我が家では。なのでここでさらにね70匹80匹ね、まあ80はいかないかな、まあここの2セット2つで、まあ、僕の予想はまあ2桁いってくれたらいいかなぐらいで思ってます。一応この子たちは、この下の子たちはあるかな、あこの下の産卵セットはハイラインの子供ですね。ハイラインといってあの僕が新しくね血統を始めようとしていること90.6mm かけた子で、ごめんなさい、こちらはあれですね 88.9mm の子ですねとかけてるので、まあ産んでてる、まあ結構産んでるはずはずですはずなんですけど、まあね動画にするとねいつも結果が悪いというね感じなんでね、今日はねまあほどほどに期待しながらやっていこうかなと思います。それではよろしくお願いします。じゃあ早速暴いていきましょう。とまず 88.9mm と 56mm の子ですね。この子は5月の3日にこの台に潜って、今の9月の中旬ですので、まあ幼虫になってるはず、無事産んでたらですけど、はい、さあ楽しみだな。まずここに削った跡があるから、まずここ開いたらもういるんじゃないかな。いきますよ。さあどうですか。まずお母さんはいる、この感じは産んでる。待て、お母さんどっから潜ったの。こっから潜ってる。あー、OK。じゃあ、一応、こんな感じですね。こっから潜ってたんですね、お母さんは。で、こんな感じなんで、ここら辺の奥の方に卵があると思われるので、ここを割ればいると思う。よし。皆さん、今の僕のリアクション見ましたね。なんか、幼虫、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。見えるかな？なんか、いるんだけど、卵か幼虫かわからん。で、こういう時は、もう、本当はプリンカップに入れるんですけど、とりあえず今はね、撮影でために、まずここにね、台を入れて、お母さんちょっと守ってるね。あ、よかったよかった。産んで、卵だ。あ、まだ卵なんだ。へぇ、卵でしたね。ってことは、羽化してる個体も、でも、有精卵っぽいんで、ここで、しっかり切り込みを入れて、いきますよ。これ大事ですよ。あ、やっぱりいる、やっぱりいる、やっぱりいる。いい結果ですよ。これは本当にいいサムネ、これサムネでいいんじゃないですか。いやーこうね、毎回思うんですけど、こうやって守るのがね素晴らしいなと思って感じです。でこの材をクリーンカップに入れたいけど、とりあえず OKOK 削りカスを入れてた。メスどかしたいけどバキっていうパターンだけど、適度に力を入れつつやるといいね。この産卵の部屋っていうんですか、スタスベーター狭いですね。で一応こういうところにも削りかけがあって、ここに産んでる場合もあるんですよね。なので一応ちゃんと切ってますか。大丈夫そうだ、大丈夫そうだね。こんな感じですね。ちょっとお母さんどうしてもらおう。卵今含んでくんだんです、ね、幼虫1匹とまだ元気だね。お母さんこっからさらに奥行きがあるかもしれないんで、ちょっと幼虫がいるから怖い。この作業がいきますよ。で、おお、いるいる、いるよ、すごいすごいすごい、卵もある、幼虫もいる、やばい、両手が塞がってる、どうしよう。幼虫がここにいて、卵もあって、さらにここの裏にも、ごめんなさい、いるんじゃない、このここです、これです。でさらにここにもいるので、ちょっと手がとても今ちょっときつい状況ですね。僕がきつい。待ってね、これ置いて、これをここに置いて、この子を持ってあげて、とりあえずここら辺は OK、ここら辺のは OK で、で、ここの子たちをここ置いて、卵。卵ちっちゃいね、これ。ついさっき産んだ感じだね。この卵が。ミューシャンって言ったと思ったけど、この子だったら。この子ですね。お、この中入れたら OK と。おー、まだ、あー、いるいるいる。まだいますね、ほら。見えるかな？いますね。
やっぱりこういう本当にちっちゃいもう隅っこに産むんで、サランドゥースはまとめてね、こういう縁ですね、こういう縁に、こういう縁にいるんで、まだワンチャン1、2匹いてもおかしくない。意外と数取れたので、ここも一応チューズリカスを入れてと、で、ここかな、一応縁見て大丈夫だね。うん、ああよかったよかった、あ、取れた、よかった、嬉しい。だから動画で本当に全然結果残してないというか、取れてなかったんで、ほんとどうしようかなって思ってたんで、よかったよかった。ここ芯ですね、結構硬いいですね、の方にとって。で、この、まあ、前も動画で言ったと思うんですけど、この材に対しての産卵するスペースが広ければ広いほど幼虫が取れる傾向にあります。うわ、すっごい、これ見て、みんな見て、ほら、もう幼虫見えるでしょ、これ幼虫のさ、線がさ、もう、映ってるんだよ、もう。幼虫がもういる、これは。これ、このまま放置してる。で、これはもう、孵化したてなんで、僕はそのまま放置しておきます、これは。これ、このまま放置しますと。じゃあ、次、2セット目、いきましょう。2セット目、暴いていくぞ。いや、いいね、成績いいね。素晴らしいですよ。で、この子の方が初めての産卵になるかな。この子は初めての産卵になるので、無精卵じゃなければ数多くって、ちゃんとすぐ潜ってったので、うん、期待はしてるが、どうなるか分かりません。頼む頼む頼むからさ、動画でいいとこ見させて。産卵セット、僕なんか YouTube 撮ってる時に限って血管残してないんで、さあ、このチェック、どこにあるかなんとなくわかる。なんだろうね。あ、オッケー。ここから入ったのはわかるんですけど、じゃあ間違いなくここら辺にはいないから、ここら辺に穴開けて。ってことは、ここら辺の、ここら辺には絶対ないんで。で、ここガバッて。いいです。いきますよ。オープン。まだ奥行きが、あー、はい、あ、へえ、面白いね。なんかもう怪しいんですけど、もうこの時点で怪しいんですけど、ねスペースが狭い、ここら辺まで掘ってればいいんですけど、狭すぎる、めちゃくちゃ怪しい、これ。いや、こんな狭いスペースちょっと、こんなことある。で、ここは、ここが芯ですね、ここが芯だから、うわ、怪しい、怪しいぞこれ、これ怪しいぞ、どうしようかな。あ、なるほどね、ここら辺のが、ここら辺が縁ですね、ここら辺が縁なんで、ここら辺になかったらもうないと思っていい。いや、ない、金に巻かれた、これもしかして。いや、ちょっと待ってよ、いや、待ってよ、勘弁してくれよ、ねえ、深いけど結構ここに頑張っていく。あー、よかったよかった、ちゃんと有精卵だ、この大きさは。カビにまみれて、やっぱ狭いね。あ、メスすごい元気だ。てか、まだ卵、ごめんなさい、まだ卵、あ、でもよかったよ、取れたからで、メスまだ元気、スペース狭い、これもまだあれですね、禁止に入れられないですね。じゃあプリンカップに入れましょう。この削りかすを、まず卵に入れる。この袋の見方は間違いなく優勢だから、こんな感じで。潰れてる卵があるんだね。で、このカビ巻かれてても、全然無事に孵化するんで、僕は特に気にしないし、削りカス入れて、さて、どうしようかな。無精卵とは考えにくい。優しく卵を入れてあげる。数は多分2桁、まあ、この材は2桁ないんです。ガッチリ生えてるんだ。うわー、あ、これは分かりやすいんじゃないですか、これは。あ、有精卵ですね。ちょっと一応姿が見えにくいところ。あ、今、こっちの角度はちょっと幼虫の形で見えてるんじゃないですか。あ、オッケーオッケーオッケー、よかったよかった。で、この2つも、こんな感じかな。あ、よかった。嬉しい。もう、いつもさ、スランプ陥ったんですよね、卵。取れるか取れないかに関しては、マイナスドライバーの卵があんま触れてくれない。ちょっともうちょっとこの材は取り出すの取ってもよかったので、まあ1ヶ月経ったんで、まあ答えされるので、そればっかりはね、いいけど、しょうがないです。OK! で、あとはしっかり取ってみましょう。まあ、売れてた微妙だなと思ってたけど、怪しいなと思ったけど、よかったですね。よかった。
こら辺もまだありそうだ、ね、一応ちゃんと確認します。うわこれありそうだったな、今あってもおかしくなかった。うん、以上かな。ないね。幼虫が孵化するまでここに入れていきましょう。はい、というわけでね、無事に幼虫取れました、まあ、とりあえず幼虫取れたからよかったですね。本当ね、まずね、感想はまず良かった。あの、はい、さっきも言ってたんですけど、まあ、結果がね、なかなかね、いい結果ってなかったので、無事にね、取れて今、ほっとしておりますというわけでね。よし。で、まだ実はサムライセット、どんどん組んでいってるので、今年は100夜みたい、幼虫、タラフグ。さらに、カイラインって言って、他に、ね、飯4匹ぐらいのものを入れるのかな。でその子たちも卵を乗せるんで、150ぐらいはやりたいな、うん。というわけでね、今日はね、この辺に終わりにしていきますか。いつもね、僕の動画をね、最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。今回のね、動画のね、結果がね、良かったので、よろしかったら、高評価、チャンネル登録、お願いします。で、インスタ、ツイッターも今やってまして、そちらの方もね、フォロー、よろしく、お願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。